チョコちゃん。はい、というわけで、食べてまいりました。あのね、すごく優しい方たちでね、最後までしっかりとケアをしてくださったし、あのおじさんもね、こうチラチラ見て、あの若いお兄ちゃんもね、僕のこと見てるけど、僕がパッて見ると目そらして、また見てみたいな、食べてるかなみたいな顔してね、見てましたけど、あ、おじさん、じゃあねあのおじさんがずっとね、僕のことを面倒見てくださいました。英語はね、コミュニケーションとしては取れなかったんですけど、僕が実は全部食べれなくて残してたらどうしたんだみたいな、中国語で食べねえのかみたいな感じでしてくれて、まあ、結局僕はテイクアウトのほぼ満タンに入ってますけど、これでね、持ち帰れるってことで、持って帰ってきましたけど、いや、おじさんがずっと見てまだ食べるだろうみたいな感じでジェスチャーでやってくるんですけど、僕全部入れなかったんですよ、食べれないと思って。だけどね、もうね、あんまりにもね、申し訳なさすぎてね、とりあえず全部箱に入れて帰ろうと思ってそこまでやってきました。で、今ちょうど帰るときに、さっきね、黒いこんなあったじゃないですか、これ何なのって聞いたら、そのトランスレーターっていう、こう携帯のアプリでさ、今こう喋ってこうやって見せてくれるやつで調べてくれたら、カモの血でした。カモの血ってダックブロッドって書いてあってめっちゃびっくりしましたね。あんな食感がなんかこう豆腐でもないし、なんだろうなみたいな感じでしたけどね。いや、面白いお味といい店員さんでね、本当に助かりました。いや、ちょっと中国語頑張んなきゃなって思いましたね。ちょっといいビールでしょこれ。ほらでね、今の時刻がですね、この明るさなんですが、まだ7時なんですよ。まあでもどうなんだろう、こんなもん、まあ日本の真夏とかこんな感じか、7時とかって思ったより明るいなぁなと思ったんですけどね。はい、というわけで、もう僕はもう腹いっぱい食べました。そして味がね、結構濃いめで、お肉は特に濃いめでしてて、まあ、ご飯が進むようにしてくれてるんでしょうけど、僕は持病っていうか痛風じゃないですか、痛風なんですけど、それもあってちょっとあんまり濃いものやっぱ食べるとね、次の日に響いたりすると困るので、ちょっと控えめに食べようかなと思ってます。まだあるんでね、これから帰ってお腹減った時に食べようかなと。明日の朝とかレンジがホテルにあったんで使って食べようかなと思いますまさか俺が出てからも見送りをしてくれると思いませんでしたけどね。はい、こんなあったかい方たちでした。というわけで、私はちょっとね、もう少しこの辺を回ってホテルに帰ろうかなとは思ってます。今ね、ふと思い出したんですけど、昔南京大虐殺っていう事件があったじゃないですか、まあ、日本人が中国人の人をめちゃくちゃ殺したっていう、まあ、歴史なんですけど、まあ、それがね、本当にあったことかどうなのかっていうのはちょっと微妙な部分があるというのは聞いたことがあるんですけど、ちょうどね、この辺りがそういう人たち、まあ、アンチジャパニーズがめちゃくちゃ多い地域なんですよ。それでね、それもともとどうなのかなって思ってた部分もちょっとあって、歴史の中でそういうことがあったから。でもさっきのおじさん、手振ってくれたおじさん、レストランのあの人って多分もろそういう日本人に対してイメージとしては良くない年代だと思うんですよね。でもそういう人でもああいう風にしてくれたってすごく改めて嬉しいなって思いましたね。うん、まあ、僕が外国だから英語で喋ろうとしてるっていうので、日本人と思われたかどうかわからないけど、でもこの顔で見た目で韓国人、とは思わないかなと思いました。まあ、日本人と分かった上でああいう風に優しくしてくれたのかなって思うとすごく嬉しいなって思いました、素直に。はい、なのでなんか変な偏見を持って行くよりも何も知らないぐらいの感じで行った方がいいのかもしれないですね。はい、まあ、なんかフリーハグとかしてる人いましたけどね、前なんか YouTube かなんかで見たんだけど、そういうさ、日本だ、そういう日本人国旗燃やしたりさ、車ひっくり返したりする
地域あるじゃないですか、中国で南京の本当にど真ん中って、ああいうの見てもあのフリーハグをしてどうなんだっていうね、体張ってやった日本人がいるんですけど、ま、中国でそれで警察に捕まったんですけど、だこういうことやってるんだよって中国で説明したら、おすごいじゃんみたいな、そうなんだって感じで釈放されてましたけど、まあなので思ってるほどね、そういう歴史が根付いた感じではなさそうです。なんかおしゃれじゃないこの辺、すごい。東京でいうとどこに当たるんだろうね、なんだろう、こういうとこあるよね。でもね、すごい高そうな住宅街のなんか一角みたいな。まだ僕中国ここ初めての街だから全然知らないけど、東京でいうところのどこなんだろうっていう、ちょっと考えちゃいますよね。やっぱ自分の知ってる地域として考えたら、でここにファミリーマート、ファミリーマートはこう書くんだね、漢字で全家って書くんだね。あ、この入るとやっぱこの音がするんだ。リリ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 リだ。まあちょっとそんなに、まあ調べた感じだとそこまで治安がどうとかっていうのは言われたことはないんですけど、うん、言われたことじゃない、調べた感じだと書いてなかったんですけど、夜はね、うん、まあ大丈夫かな、そんなに夜遅く歩くつもりはないので。見て、すごい汗、なんかね、暑いっていうか湿気、humid、ホットよりも humidの方が強い感じ。台湾もこんな感じだったな。もう歩いてるだけで水が滴り落ちてくる、空気中の水分が多い感じですね。もうちょっと歩いてみようかな。だからクラクションとかってさ、結構日本ってさ、なんかおい邪魔だてめーみたいなイメージだけどさ、なんかあんまり海外ってそういう感じじゃないっぽいね。普通に通るよみたいな、行くよ通るよみたいな感じだって言ってた。タイとかね、フィリピンとかもすごいけど、そういうなんか気の荒い感じではないっていうのはね、聞いたことがありますね。見て、おしゃれだね。もう少し歩いてみようかなと思います。杭州です。あの子を解き放て、あの子は人間だぞ。昨日送ったメールの返事は、はい、そろそろ5分経つと立ちそうなので今見てますけども、まだねちょっと上がらないかなっていう感じはします。ただあんまり置くっていうか、これ結局もう脱色しちゃってるので、最初いい押す着方してても結局抜けてっちゃうの確かなんで、注意点としてはあんまり置きすぎない方がいいと思います。そうするとこういう風になっちゃいます。このチュアみたいに、このチュアみたいになっちゃう。ちょっと嫌なら、ちょっと様子を見てからやってください。あとちょっとしたら流したいと思います。これは自分で見計らって流してください。それでは流してみます。